あんまり歌わないんですけど、ちょっとバラードっぽい曲を、ね、歌おうかなと思います。皆さんこんばんは、松井美香と言います。ひらがなお松の歌で YouTube やってます。よかったら検索してみてください。ちなみに Twitter とかインスタとかからいらっしゃってくれた方、ありがとうございます、ありがとうございます。そうですよね、そうですよね。いつものざわめき、新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。君が大人になってその季節で悲しい歌が溢れないように最後に何か君に伝えたくて、さよならに変わる言葉を僕は探してた。ありがとうございます。その役目が僕の使命だなんてそう思ってた。だけど今わかったんだ、僕らならもう重ねた日々がほら導いてくれる。君が大人になってその時間が積もる間に僕も変わってく。例えばそこにこんな歌があれば、二人はいつもどんな時も繋がってゆける。フェイスガードの意味あるかどうかわかんないけど、また緊急事態宣言発令されるみたいですけどね、ちょっと音楽の力で頑張って乗り越えていきましょう。こんばんは、松井美香と言います。ひらがなお松の歌で YouTube やってます。方は検索してみてください。突然風に鳴り響けるの音、焦る僕をのけうて離れて君、夢中で呼び止めて抱きしめたんだ。君がどこにいたって僕の声で守るよ。君が僕の前に現れた日から何もかもが近く見えたんだ。汗も光も涙も歌う声も君が輝きをくれたんだ。抑えきれない想いをこの声に乗せて遠く君の街へ届け、例えばそれがこんな歌だったら僕らはどこにいたとしても繋がってゆける。ありがとうございます。松井美香と言います。こんばんは。